ご視聴ありがとうございます。これよりお届けいたします作品は、森本薫作、戯曲女の一生です。作者森本薫は明治45年、1912年大阪で生まれました。劇作家、演出家、翻訳家として活躍しました。代表作として女の一生や花々しき一族などがあります。昭和21年、1946年京都で亡くなりました。34歳でした。学生時代からヨーロッパ近代戯曲などに親しみ、自らも多くの戯曲を執筆していました。女の一生は絶筆となった作品で、一人の女優のために書いたものと言われています。初演は空襲の感激を縫うように渋谷東横映画劇場で上演されました。戦後1946年、昭和21年に初演台本のプロローグとエピローグを戦後版として改訂し、亡くなった翌月に再演されました。その後繰り返し上演され、ロシアや中国でも翻訳上演されているそうです。それでは本文をどうぞ。第2幕、明治42年春。座敷はすっかり日本間になっている。桃割れに行った K が縁の拭き掃除をしている。縁のところに慎太郎がしゃがんで花鳥を広げ、鼻か何かを射精している。慎太郎、それが癖の静かな調子で、我々は小さい時から漢字というものを習ってきている。同じ漢字を使った秦国の文章くらいわけなく読めると普通に思っているらしいけれど、秦国人と付き合う上で一番難しいことは、この同じ文字を使っているということなのだよ。同じ日本語を話していても、僕の家とお前の家とじゃ随分家の風も人間の気質も違うように、日本語と秦国語とでは言葉の順序もその成り立ちもまるで違うのだからね。ケイ、でもこちらのようにいつも秦国の人とお取引をなしていらっしゃれば、向こうの言葉もよくお分かりになるんでしょ。さあ、取引ということは結局お互いに自分に必要な用だけを足すことだからね。用事が足りたから言葉がわかるかといえば、それはどうだか怪しいものだよ。一つの国の言葉がわかるということは、実はその国の文明と人間の特質を会得するということなのだもの。ケイ、なんですか、そんな難しいことは私にはわかりませんわ。お商売をなさるのにそんなことまでお考えになるのですか。慎太郎、僕は取引の役に立たせるために秦国語の勉強をさせられたのだが、言葉の勉強が進むにつれて、自分が商売にかけてはさっぱり役に立たない人間らしいということが分かってきて困るんだよ。三国志も水滸伝も僕にとってはもう手放すことのできないものだし、八大山人や石塔の絵についてならいくらでも話すことがありそうな気がするが、種かすの相場や綿花の収穫については何の意見も方針もない。ケイ、私はこちらのようなお仕事、なんだか大変面白そうで、先の楽しみがある気もしますわ。この間英治様に鳩場へ連れて行っていただきましたの。船から荷物がどんどん積み下ろされるところや、引き渡しの立ち会いの目の回るような忙しさや、今まで見たこともない税関の交渉なんか、何もかも生き生きしていて、頭の中へ涼しい風が吹き込んでくるようでしたわ。慎太郎、女のお前が何だってあの騒々しい岸壁の景色にワクワクするのか、僕にはわからないな。岸壁の景色ばかりじゃありませんわ。
私はお商売の電信を打ちに行ったり銀行の交換所へ出かけたりすることも大好きですわ。見るのも聞くもの珍しいせいかもしれません。私はお茶っぴーだからそういう男らしい仕事の方が好きなんですわ。きっと僕にはどっちかといえば学校の教師のような仕事が向いているようだ。日本人の生徒に新国語を教えるようなことでもいいし、新国人の子供を集めて日本語や日本の絵の話をしてやるような仕事でもいい。そういう仕事なら僕も本当に楽しみな気がするのだが。ふさこの声。ケイちゃん、ケイ、ケイ、はーい。ふさこ出てきて。ケイちゃん、お前すまないけれど、これ洗濯機のおじさまの湯上がりと肌着、明日いるかもしれないのだから今日中洗っておいてちょうだいな。肌着の方は手をかけなくちゃいけないかもしれないから今夜にでもちょっとね。はい。慎太郎ふさこに、自分の頼まれた仕事を他人に押し付けちゃいかんね。ふさこ、だって私これから製造さんのところへ行こうと思ってたところなんですもの。おじさまったら明日にでも天津へお立ちになるかもしれないというのに今日お出しになるなんてひどいわ。さき屋に頼んだらなんだかだとぐつぐつ言うし。じゃあ頼みますよ、間違いなくね。け、承知いたしました。行ってらっしゃいまし。ふさこ、本当に製造さんたら困ってしまうわ。私の刺繍台を直してやるなんて持って行ったっきりちっともお見えにならないんですもの。それにふみちゃんたら私の日傘を持ってお稽古に行っちまうし、やだわ本当に。サル、ケイ、野村様ってそういえば随分長くお見えにならないようでございますね。どこか終わるんじゃないでしょうか。慎太郎、僕はふさこという人間を見るのはなんとなく嫌な気がするんだ。自分じゃ何にもできないでうじうじして煮え切らないくせに始終ブツブツ愚痴を言っている。悪い人間じゃないんだが愉快になれない。あれを見てると僕は自分の影を突きつけられているような気がする。しず、庭から古い漬物桶のようなものを下げて出てくる。ケイ、見つけて。あら奥様、それをどうなさるんでございますか。しず、今物置で見つけたのですよ。漬物をするのにちょうどいいと思ってね、洗っておきましょうと。け、そんなこと奥様がなさらなくても私いたしますわ。いいんですよ、別に大したことでもないんだから。けい、下駄のないまま片足降りていってお経を押さえ。それでは私たちが困ります。後で洗っておきますからここへお置きになって。しず、そうですか。それじゃあ急ぎはしないのだから明日でもいいのよ。隅へ置く。お前まだ銀行行かなかったの。慎太郎、え、ああそうか。しず、ああそうかではありませんよ。岡本の手形のことがあるから早くしといてくださいって頼んだじゃありませんか。慎太郎、でも手形の割引なんて決まりが悪くて嫌だな僕。しず、何が決まり悪いことがあるものですか。どこの家だってお金を動かす都合ってものがあるものです。そのために銀行があるんじゃありませんか。慎太郎、だから行きますよ、行きますけど、入金の時はなんかと違ってなんだかと。出て行く。しず、しばらく見送っているが、あー暖かい、ここはずいぶんよく日の当たることね。ケイ、今日は奥様ご加減がよろしいようでございますね。しず、店のことも気になるし起きてみましたよ。どう、家の用事が多くて辛くない。いいえ、もっとどんどんご用をお出しくださった方がいいくらいですわ。私なんだか遊んでるようでもったいないと思っています。そんなことはありませんよ。うちの方こそお前が来てくれてから掃除は行き届く、用はどんどん片付く、どんなに喜んでるか知れないのですよ。でも
あまり無理をしないで、辛い時は遠慮なくそう言って休みなさい。辛いなんてそんなこと決して、私時々こんな暮らしって夢じゃないかと思うくらいでございますわ。朝目が覚めると、ああやっぱり本当でよかったと思うんです。誰も彼もがお前のように遠慮がちの望みを持っていたら、世の中はどんなに穏やかで美しくなるでしょうね。翔助、いやーこっちでしたか。いらっしゃい、いらっしゃいまし。ああすまんがね、冷たい水をいっぱいくれんかね。はい、行こうとする。おいおいちょっと。はい。翔助つくづくと見て、はあこれがあのいつかの晩、ネズミの尻尾みたいな下げ髪でわらぞうりをつっかけて迷い込んできたしらみくさい女の子かね。しず、なんですよそんな。翔助、行きなさい行きなさい。ケイ、サル、どうも子供が女になるというのは毛虫が蝶々になるようなものだ。どうかの妙といえば妙この上ないが、考えてみると滑稽なものですね。そんなつまらないこと言って旅行の手続きは済んだのですか。ええ、万事済みました。会社の方もいつも休ませてすみませんね。なーに、自慢じゃないが、私なんぞ会社じゃいてもいなくても大した変わりはないんです。しかしそんなこととは別に、私がこの家の商売に関係するのは今度が最後ということにしていただきたいんですがね。またその話ですか。またその話ですよ。ご退屈でしょうがね。でもまあもう少し私を助けてくれてもいいじゃありませんか。私がこんなにありがたく思ってるんだから。いやー、私は人を助けたり人にありがたく思われたりするのは一向好きじゃないんです。まあそう言わないで。私もこうして病身だし、それに何しろ跡取りがまだ若いし。私がしんちゃんの年にはもう親父の代わりに問屋通いをしてましたよ。あなたの時代と今とは時代が違いますから。姉さん、兄さんが慎太郎を外国語学校へ入れたのは一体いいことだったのですかね。あなたには慎ちゃんに家の仕事をやらせてゆく気が一体あるんですか。あの子は頭もいいし気立ても優しいし親思いの子です。 けれど商売に向いているかどうかということになると私にははっきりわからないのですよ。向いているかどうかじゃありません。やらせるつもりがあなたにあるかどうかですよ。そりゃ慎太郎は長男ですし、当然家の仕事を継いでもらわなくてならないと私は思っています。けれどあの体とあの気性で抜け目のない新国人を相手の掛け合いができるかどうか、まあ今のところ古い店の者もいないと思うとつい。いけませんよ。やらせるつもりなら思い切ってやらせなさい。仕事が人間を鍛えてくれるでしょう。もし仕事に負けて途中でへたばるようなら、それはそれで仕方がありません。まあお前は随分冷たいことを言いますね。慎太郎を呼びなさい。私から申し渡してやりましょう。そうですね、いずれ一度はしなくちゃならない話です。それじゃもう出かけたかどうかちょっと見てきます。しず、サル、ま、ケイ、遅くなりました。ああどうも。受け取って飲む。ない。あのん、お旅行は明日お立ちになるんでございますか。いや明日はちょっと無理だ。明後日だな。どうして。お洗濯物。ああそうか、すまんな。頼むよ。明日の朝でもお届けしましょうか。そうだな。いや明日の晩もう一度来るから、その時もらって行こう。にぎやかな笑い声がして、庭からふみ、後から清掃。いいじゃありませんか、
さっさとついていらっしゃい。こちらからの方がお部屋に近いのよ。あら、いらっしゃい、おじさま。ああ、おかえり。お花見かね。フェルマー先生の列に行ってきたんですよ。お花見なんて嫌い。埃っぽくて、あれじゃお花見だか埃見だか分かりゃしない。清掃、こんにちは、翔介。いやー、これはこれは。ふみ、清掃さんの妹さんもフェルマー先生のところへ来ていらっしゃるんです。私、あそこへ紹介してもらっていいことしたと思いますわ。親切で、お稽古が熱心で。清掃、そうなんです。音楽家というものは村木で気難しいものですが、あの人にはそういうところがありません。うちへなんかよく遊びに来られますが、まるで親類かなんかのように気軽で話しやすいんです。翔介、すると清蔵君は料理にも精通しているし、音楽にも趣味が深いというわけですな。清蔵、いや、私のはただ聞くというだけで一向何も分かりゃしないんです。しかし、音楽が分かるとか分からんとかということはなかなか難しいことで、本人が分かったつもりでいても本当に分かってるんだか分からないんだか誰にも分かることじゃありませんから。ふみ、何言ってらっしゃるの。あなたの言ってることの方がよっぽど分からないじゃありませんか。せいぞ、いや、どうもと縁へ座ろうとする。ふみ、あら、ダメよ、そんなところへ座っておしまいになっちゃう。私のお手伝いしてくださるんじゃなかったの。せいぞ、ああ、そうだっけ。ふみ、あとでケイちゃん、手が空いたらお部屋まで来てちょうだい。バケツと雑巾持ってね、押し入れの虫干しするんだから。ケイ、はい。ふみ、じゃあ、おじさま、またあとで。せいぞうさん、じゃあ、ごめんなさい。二人去る。翔助、二人を見送って、人間というやつは何かやると必ず間違いをしないではいられないらしいな。まるで間違いをするために何かするみたいだ。ケイ、あの製造様は不作工場様の旦那様になられる方じゃないのではございますか。翔助、そんなことは俺は知らん。当人たちだっておそらく分かっておらんことだ。しかしこの頃、ちょいちょい文子とつながって歩いているところを見るとどうかね。ケイ、文子お嬢様も一体どういうおつもりでございましょう。ありふれた話さ。女にとってチヤホヤしてくれる男はいわば勲章みたいなものさ。多ければ多いほどいいんで、邪魔にはならんもんだからね。まあ、お前なんかもよく気をつけるのだな。入ってゆく。ケイ、呆れたような顔で見送っている。背後からエイジ、おい、何をポカンとしてるんだい。いえ、何も。そのおけどうするんだ。洗って漬物をするのでございます。僕洗ってやろうか。よろしゅうございます。遠慮するなよ。タガが外れてバラバラになっても困りますもの。大丈夫だよ。ご本人がお受け合いになってもダメでございます。嫌にしようがないんだな。物置の棚を作っていただいて来れていますから。へえ、どういうわけだい。あれ壊れはしないだろう、そうすぐには。壊れはしませんけど、お庭の塀の板を剥がしておいでになったそうでございますね。なんだ、知ってるのか。今朝、大工さんが来て塀を直しておりました。あそこは板がない方が通り出るのに近いんだがな。こっちの水たまりを埋める土を持ってくるのに、向こうへ水たまりを掘ってるようなものですって。手数がいっぺんで済むように、この次から大工を呼びなさいって奥様が。お前、余計なことを告げ口するからだよ。私はございませんわ。お先のやつだな。あとで水ぶっかけてやるから。あら、そんなことなすったら、それこそ私恨まれてしまいますわ。たもとを探る。エイジ、ケイのたすきを見つけ放ってやる。
それよりまた船見に連れてってやろうか。結構でございますわ。なんだい、今日は嫌に用心深いんだな。だってあなた様のは私を出しにしてご自分が港へお行きになりたいのでございましょう。向こう行ったら私なんかおっぽり出してどこか行っておしまいになるんですもの。お前だってずいぶん珍しがってデッキを走ったり転んだりしたじゃないか。船員たちが笑ってたぜ。あなたのように船底へ潜り込んで鎌滝に怒鳴られたりはしませんわ。よそうや、お前と僕だけしか知らないことだし、あんまり自慢になる話じゃないからね。あの船が海を渡って新国の港まで行くなんて、私なんだか妙な気がしますわ。だって船は海を渡るためにできてるんだぜ。別に妙なことはないさ。そりゃそうですけれど、向こうには新国人ばっかり住んでいて、みんな新国語で話したり泣いたりしてるんでございましょう。それなのに私たちはみんな日本語を話したり買い物したりしてるんですもの。おかしいわ。そうかね。僕は日本人が新国語で話をしたり、新国人が日本語で喧嘩をしたり怒ったりしたら、その方がおかしいと思うわね。ええ、それはそうかもしれませんわ。でも私の言うのはそういうすっかり何もかも違った二つの国がですね、まるで遠くにあるようでいて、実は案外近くにあるということ、なんだかうまく言えないわ。僕は3、4年前には清国へ渡って馬族になろうなんて真面目に考えていたんだ。まあ、でもあなた様ならお似合いになるかもしれませんわ。おい、それは僕を褒めたつもりかい？あら、別にそんなつもりで申し上げたんじゃありませんわ。ただそう思いましたからつい。なお良くないじゃないか、それじゃ。すみません、謝ったってもう遅いよ。私、新国なんてところ考えてみただけでは想像もつきませんわ。お父さんがあんなところへ出かけて行って死んだなんて、時々やっぱり本当にあったことじゃないような気がするんです。そんな時は来ないに決まってるんだけど、いつか一度は行ってみたいと今でも思ってますわ。僕のお父さんってのはとても変わった人だったらしいんだぜ。明治3年に渋沢栄一さんが富岡に製紙工場を作られたと聞いたら、もうこれからはそれでなくちゃいかんと言って、自分の家の前へいきなりレンガ作りの工場を建てちまったんだ。機械まで外国から買ったのはいいんだが、これを動かす方法を誰も知らんというのだからね。むちゃくちゃだよ。まあ、それでどうなったのですか？それっきり、うちは潰れてしまったのさ。それから新国へ渡って塩田で働いたり、綿畑で働いたりしたらしいんだがね。日清戦争が始まって通訳に雇われたのが世の中へ出てくる糸口になったのさ。僕にもそういう血が流れているのかもしれんな。それじゃあお母様も随分ご苦労なしてらっしゃるんですね。そりゃあそうだろう。だからお父さんだって大事にしてたし、僕たちだってみんなお母さんは大事にしなくちゃいかんと思ってはいるんだ。あなたの奥様になられる方もそんなに苦労なさるのかしら。お前はどんな人の奥さんになりたいと思ってるんだい？さあ、そんなことを考えてみたことございませんわ。でも家族になりたいなんて人の奥様だけは嫌ですわ。だって初めてお前がこの家へ来た晩、お前は僕なら手を握ったってじっとしているって言ったじゃないか。やだ、今頃そんなことを思い出したりなすって。あの時は私何とかしておまわりさんに渡されたくないと思って一生懸命だったんですもの。口から出任せで何言ったんだか自分でも覚えてなんかいませんわ。へえ、口から出任せだったのか。僕はまた少しは僕が好きなのかと思ってた。今まで親切にやって損しちゃったな。さあ、そんなつまらないことをおっしゃってないで、ちょっとお話になって。あの、おけ洗ってこなくちゃならないんですから。
なんだい、人をがっかりさせといてそう急いで逃げるやつがあるかい、と言いながらタスキを握っていた手を離す。いいえ、逃げるわけじゃありませんけど、後におじさまのご用だの、文子お嬢さまのご用だの、いろいろあるんですもの。ごめんなさい。おいおい、ほら、バタバタするから櫛が、と拾って、お、これはあの時の、と言いかけるとき、ケイは急にそれを奪い取り、走って入ろうとする。ちょうど出てきたシズと危うくぶつかりそうになる。あ、ごめんなさい。どうしたんです?家の中でそんなに走ったりしちゃいけませんね、と言いながらエイジの方を見る。エイジちょっと照れて外の方を向く。すみません、今度から気をつけます、と行きかけるのを、あ、ちょっと、はい。シズ、エイジに、私、ケイちゃんと二人だけで話したいことがあるから、ちょっとの間、お前向こう行ってちょうだいな。エイジ、へえ、出て行く。シズ、さあ、もっとこっちいらっしゃい。ケイ、恐縮して、はい。シズ、そんなに固くならなくてもいいんですよ。まあ、そこへお座りなさい。はい。なんですね。そんなに兵隊さんのようにかしこまっちゃお話し物にもできやしないじゃありませんか。奥様、私、奥様から受けましたご恩、決して忘れてはいませんのです。奥様に助けていただかなければ、今頃私はどんなになってしまっていたか、考えてみるだけで怖い気がします。ですから私、奥様がお怒りになるようなことは決していたしません。それだけは信用してくださっていいと思います。お前は一体何の話をしているのです？いえ、私、何の話をしようと思ったんでしょう。ただただごめんなさい、今日はなんだか少し変になっているかもしれません。私はいつだってお前を信用しています。お前と私とは同じ月の同じ日に生まれたんですもの。お前を疑うことは私自身も信用のならない人間ってことになりますからね。笑う。けどお前も若いし、うちには若い男の子が二人もいるし、まあお互いに間違いのないうちにと思って急にこんなことを言う気になったのですがね。と言っても何も難しいことじゃありませんよ。もうだいぶ前から考えてはいたことなんだけど、お前も女のことだし、いずれはどこかへ身を固めなくちゃならないんだけど、そういうことについて別に相談するところも親身になってくださるところもないのでしょ。ケイ、黙ってうなずく。シズ、それじゃあどう、自分の誕生日にこの家へ迷い込んできたのも何かの縁だろうから、いっそ本当にこの家の人になったらば。まあ、奥様はそんな私。そりゃ女にとっては一生の別れ目で、並大抵のことではないのだから、気が進まなければ無理にという性質のものではないのだけれど。いいえ、気が進むとか進まないとかそんなことは思ってもいません。私のような生まれも育ちもわからないような人間がこちらのようなお宅に上がるなんて怖いと思うだけで。私は生まれをもらうつもりはないのです。人が欲しいのです。奥様は私が本当にできるとお思いになるのでしょうか。こんなお家のいろんなことが。お前でなければできないと思っているくらいなのですよ。お前は気分もハキハキしているし、体も丈夫だし、働き者で、おまけに店の仕事も随分面白がっているようだし、お前がやってくれれば私はどんなに安心して隠居ができると思うのです。私だっていつまでも生きているものじゃなし、慎太郎はあの気性で、あの子一人に何もかも任せるのはどう考えても無理だと思いますからね。私をこの家のものになるとおっしゃるのは慎太郎様の。そうですよ。お前はどう考えだったの。いいえ、別に。
自分の子供のことを自分で言うのもおかしいけれど、あの子は家庭の旦那様としては誰に比べても恥ずかしい人じゃないと思います。ただ人中へ出て激しい世の中を渡るのには何か欠けた弱いところがある気がするのです。そこをお前にうちの中から助けてやってほしいのです。困りますわ、そんなに。でも慎太郎様はお家の仕事よりは学校の先生のようなことの方が。誰にだって自分一人の願いというものはあります。私だって子供は可愛いのです。子供のしたいようにさせてやりたい気持ちは誰にも負けませんけれど、これは私がさせるのではないのです。家がそうしろと命じるのです。わかりますか？はい。でも私、奥様、子供に家を譲るということは苗木を土地に植え付けるようなものです。親というものは取り越し苦労なもので、添え木をしたりつっかい棒をしたり、肌から見ればそれほどまでにしなくともと思えることが親にとっては一生懸命なのですよ。わかってくれますね？はい、それはよくわかっておりますけれど、お前はさっき私の恩を忘れないと言ってくれましたね。だったらどうぞ私のためにでもこのことを承知しておくれね。け、はい。泣いている。ま、しずなんでしょう、二人とも泣いてしまったりして。さあもう話は済みました。他のものが不思議に思うといけません。あっちへ行きなさい。ケイ、はい。行こうとする。シズ、お待ちなさい。その顔じゃかえって変に思われるかもしれない。私が先に行きますから、少しここにいて顔を直していった方がいいでしょう。今の話は折を見て私からみんなに話します。お前はそのつもりでさえいてくれればいいのですからね。じゃあ出て行く。ま、単調なピアノの音。ケイ、帯の間から線刻の櫛を出し、ちょっとの間見ているが、思い切ってぽっきり二つに折り、庭へ投げ出し入ってゆく。ちょうど庭の奥から出てきた翔助の足元にそれが落ち、翔助はそれを手に取り、ケイの入っていった方を見送っている。